キレ、まあ、こんばんは、かっこいいギタリストの竹下敦です。この教室でまずね、弦の6弦から1弦までのね、上から下、高いから低い、これを完全にまず定義しましょう。そうじゃないと話が、進まないんで。ギターの弦はね、6本あるわけです。ご覧の通りね。皆さん、上って言ったら、もしくは高いって言ったら、何を想像しますか？ギターでは6弦、これ一番低い弦ね。低い。低い弦は6弦です。一番高い弦は1弦です。これは全てを音で表現しましょう。なので、物的にはね、6弦の方が高い位置になるんですけど、音的には一番低いんで、6弦を一番低い。よく覚えてください。テロップ出ると思うんですけど。1弦は一番高い。このことをまず、この教室で決めましょう。6弦は低い弦。1弦は高い弦。これ両方とも、6弦も E で、1弦も E なんです。ですから私はかっこいいギター教室しているんです。ギターはね、そもそも E なんです。 A でチューニングするんですけど、することが多いんですけど、これは便宜上ね、440Hz を E と定めたところから6弦で合わせるんですけど、それはね、気にする必要があるんですけど、気にする必要ないです。ギターはもういいから始めてしまえば、今回動画短いですけど非常に重要なことなんで、ここから定めましょう。皆さんもう一度確認ね。6弦は低い弦、1弦は高い弦、このことから始めましょう。一緒に勉強していきましょう。それでは、竹下敦でした。決め。